マリリンさんに変身させていただきたいと思います。イエーイ。どう、つやつやよ。あ、ねえ、似合う。あ、かわいい。これ完成？まだ。みなさんこんにちは、葵です。はい。そして本日はスペシャルゲストをお呼びしております。どうも。キラキラ。本日のスペシャルゲスト、はい、マリリンです。お願いいたします。お願いします。あ、ごめんなさい、全然キャラちゃん。ちょっとやっと、はい、やっと念願の、はい、念願です。こんな葵ちゃんのチャンネルに私出ていいんですか？出てくれるんですか？出ていいんですか？逆に、はい、よろしくお願いします。なんか出させていただいていいんですか？いや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 、もうウェルカムです。あ、よかった。ということで、まあでも本当にね、年間初結構、でもなんか視聴者さん意外って思いそうですよね。確かに。どうなんやろ。それはそうかもしれない。でも、あの関西人同士なんで。そうなんですよ。意外と共通点が多い。はい、いろいろ炸裂してしまいそうな気がしていて、はい、ドキドキって感じなんですけど、私のチャンネルの方ではですね、マリリンさんにもう私を変身させていただきたいと思います。イエーイ。で、マリリンさんのチャンネルではその変身した姿でですね、質問を募集したので、その質問に答えながら、まあ、ウーバーイーツ食べながらみたいな感じで、はい、やっていきます。はい、セキララに、はい、セキララにお話できたらなと思ってますので、うん、ぜひそちらも見てください。はい、じゃあ早速、はい、メイクをしてもらおうかなと思うんですけど、本日の私の変身テーマを、はい、マリリンさんから発表していただければなと思います、そうですね、やっぱり葵ちゃん、やっぱりすごいもともとキレくって、本当にこう透明感のある方だと思うんですけど、今回はそれを残しつつも中南米系の方、なんかこういう系のメイクをしていこうかなと思ってます、うんうんうん、なのでコントラストがはっきりとして、はいはい、で凹凸もしっかりつけていってっていう感じの、まあ、私が普段やってるような感じのメイクをやっていこうかなと思いますので、楽しみにしていてください。絶対似合います。ドキドキしてます。ワクワク。変身できる顔かな。え、変身できる顔ですよ。もともと綺麗やからめっちゃメイク映えすると思います。いやいやいや、今もすっぴんで薄い感じなんで、濃くお肌が綺麗。アートしてください。していきます。よろしくお願いします。気合い入れるんでごめんなさい。時計と、とりあえず指輪は外して、しゃしゃ。はい、じゃあやっていきましょう。まずはですね、こちらトゥーフェイスドのフェイスプライマーセラムの美容液から塗っていきます。はい、たっぷりたっぷり、まずお肌をね、ツヤツヤにしていきます。葵ちゃん結構すっごいツヤ肌ですよね、いつもなんか写真見てても。いやいや、でも乾燥肌なんで、あ、めちゃくちゃわかる。だからもうとにかく保湿保湿保湿、うん、はい。あ、これね、すごく良くて、メイク前につけるとお肌がツルピカリになります。なりました。もう出来上がり。もう出来上がりやわ。早すぎ。はい、で、次はですね、ビムビューティーのキープコンフィデンススキンモイスチャーライジングプライマーのパールとグロー、これをミックスします。ミックス。保湿力高い方がいいので、まあ、両方混ぜる、まあ、理由としては、ツヤ出しつつちょっと透明感も出したいので、下地出しすぎた。やばくない？たっぷり混ぜるのに豪快に。そうやってしまった。で、トーンアップ効果もあります。今日は本当にその葵ちゃんの素材は絶対活かしたいんですよ。嬉しい。いけてます？え、いけてるってこと。敬語やめません。それいつも言われる。そろそろやめへん。敬語。それいつも言われるんだけど、なんかだんだん抜いていきます。もともとの肌の美しさとかは活かしたくって、だからまずなんかベース作りからしっかり仕込んでいきたいなっていう感じなんですよ。もう今たっぷり塗ってます。ツヤツヤです。え、見ます？よ、ツヤツヤよ。で、ここで今髪の毛ちょっと邪魔なんで結びました。はい、結びました。で、プライマーは今しました。もうさ、綺麗すぎんで、トーンアップしてくすみとか、あの目の周りちょっとこう色素沈着が若干ある部分とか、そこの部分を今ちょっとカバーしていきました。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次ファンデーション。ファンデーション。はい、次がですね、ビブビューティーのエフェクトライクフィニッシュファンデーションキットの18番を使います。で、これはまあこんな感じでコンシーラーとファンデーションが一緒になってるものです。で、一番明るい色ね、青い色に使います。アリサちゃんがこのファンってすごい気に入ってくれてて、これプロデュースしてるんですよね、はい、そうなんですよ。
はい、でちょっとこうピンク系の、うんうん、ピンクベージュっぽい感じの色味のを使います。で今回はその付属のスポンジではなくてビューティーブレンダーを使っていきます。やっぱちょっと透明感も出していきたいので水に濡らしたビューティーブレンダーのスポンジを本当に軽く薄く塗っていきます。で鼻の下ね、はい、鼻の下のこの赤みの部分はコンシーラーでちょいちょいっと赤みさよなら、バイバイ、バイバイ。悩みですか、やっぱここ悩みです、どうしたらいい。ね、でもね、やっぱもうコンシーラーとかで隠すしかないかも、その都度。うん、いや私もそうやもん、かも。でもあんまり塗りすぎたらさ、ほらパキパキしてくるからさ、確かに、そうそうそう。なんか鼻あっちまで鼻の下なんか鼻噛むから花粉症やばくて、はい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 、で気づいたらもう 赤くなってなんかなっちゃうね。コンシーラー外れて、綺麗、めっちゃ綺麗。どうですか皆様、葵ちゃんはやっぱあのこれ以上塗らない方がよくって、もうこれぐらいの方がやっぱお肌は綺麗に見えるので、肌綺麗に見えてる。もともと綺麗でちょっと若干地肌より、うんうん、明るめなんですけど、その理由はこれからコントアをしていくからです。あのやっぱり元の肌の色にファンデを合わせてコントアしちゃうと顔だけめっちゃ黒になるんですよ、反対に。なのでちょっと明るめの色を入れて、まあ、要は今このベースがハイライトの代わり、なるほど、そう、凹凸を出すところの代わりで、今から暗い色を入れてそこのその境目をしっかり出していくという感じでございます。メモメモメモ。じゃあ次ですね、はい、シーグラムのコントアスティックのゴールドサン、ゴールドサン、はい、こちらを使っていきます。うわ、なんかそれ見るやつや。よく使ってるものなんですけど、じゃあちょっとまずはこの辺に結構影入れちゃう、でももともと顔ちっちゃいからさ、そんなにさ、いや、やる必要はないねんけど、チークをしてください。なんかそういうメイクをまだ研究できてないからっていうのもあって、どんぐらい描いていいんやろみたいなのとか、はいはい、普段めっちゃ思いますよね。分からへんからちょっと見てもらおう。見たい。でも都度見てくださいね。全然見ながら、じゃあちょっと失礼します。おー反応でもほらこうやってなじませると、確かにだんだんなじみますね。なじんでくるので、バカさおい大丈夫だ、ね、普通でいい。やっぱこのリキッドファンデとかクッションファンデの時は、うんうんうん、こういうクリーム系のコンターの方が馴染みやすいかな。確かに。今ね下にねフェイスラインしっかりさせるために顎下に入れてます。影彫り深くしてください。普段ここ入れます？入れへん。あんまり結構なんかヒゲみたいになってるからなんかここほんまに入ってる。そうそうそう。でこれをこう首のところこう馴染ませ下に、顎がねやっぱはっきりするんですよね、こう横向いた時にここに影が入るんで、うん、結構顎がねシャープに、よりシャープに、もともと綺麗やから。いやいやいや、これ以上影入れたらもうなくなる顔削ってくださいマリリンさんとあの私 の出会いとかは、まあ、マリリンさんのチャンネルで話そうと思ってるんですけどうまい、同じような匂いが初めて会った時からわかるしてんねん。私なんか葵ちゃんさ、いつもさ、なんかそれこそなんかあれランコムのやつが出てたよね。出てました。そう、ああいうのですごい広告とかでさ見てたからさ、もうなんか私もう葵ちゃんって女優さんみたいな、もうなんか印象ついてて、で喋ったらむっちゃフランクすぐ忘れてもらった、そのなんかイメージ。でちょっと横を向いてもらって、今鍵入れました。でよりよりね、うん、凹凸出すためにここにねもう一度ねファンデを。上からすると、こことここに、もうここがシュッとして、ここが影、そう、影ができる、より影ができるって感じかな。でもこれ本当に私もよくやる。で、ノーズしたらちょっと下向いてもらって、ちょっとこっち、はい、でもそのまま直でピピピ入れてもうで、でも濃いメイクほんまに楽しそう。ちょっとね、でもね、まだまだナチュラルやな。もう全然、もうマリリンさんが自分にいつもする感じでやってください。わかりました。でも私もそうなんですよ、こんな感じで。私もそのスティック、うんうん、で今と全く同じ感じでやってるんで、へ、結構ねナチュラルですよ意外と。マリリンさんの今日のメイクは何時間？40分。おお、早っ。意外と早いです。自分やったらペペペペってやっぱもう慣れてるから。そうそうそう、慣れてるから。なんかあの好きなアニメ見ながらメイクずっとして。アニメ好き？アニメ大好き。意外。ほんま？
意外アニメ大好き超もうまあアニオタすぎてやばい、では次パウダーですね、コールバイアールのソフトフィルターフェイスパウダーを使います。これあの関根梨沙さんがプロデュースしてるやつです。こちらを使います。でこれはもう細かくポンポンとパウダーをねのせていきたいので、ちっちゃめのフェイスブラシでやっていくんですけど、あの葵ちゃんのこのやっぱツヤ感は残しておきたいので全体にパウダーは塗らないです、うん、はい、まずこのここの部分部分、そうです、ほうれい線の部分とノーズシャドウの部分ですね、うんうん、あとアイメイク、これからメイクするのでこのベタつきは必ず取っておきます。いやとにかく薄く塗んないと、うん、マジなんかパリパリしてきてするかゆみたいな、うん、鼻の皮とかよくめくれてる、だからあとここ、ここめっちゃかゆい、わかる、そうめっちゃわかる、よかった同じ人って同じ、同じ、うん、こんなんを別にカメラ回ってないとこからさっきからしてんねん、ほんでカメラ回ってなかったって回しててやみたいな言ってもすぎてじゃあね、これで一旦ですよ、一旦ベース、一旦ベースで着替えました、はい、一旦ねもうベースのうちのベースって感じ、ベースのベース、これからこれから、じゃあね、うわめっちゃ楽しい、眉毛なんですけどクリオのプロアイパレットエアの1番を使います。これねアイシャドウなんですけど、うんうん、もうアイシャドウでほらもう全然眉毛って描けるから、描ける描ける、描いていきます、軽くね、眉頭もほんのり色つけるけど、うん、でもほとんどはなんていうやろ、眉毛を立てていきたいのね、毛並みを、そう、はい、じゃあ次がビムビューティーのマイコンフィデンスブロークリアブラウンを使います。お前ちょっとブラウン短いで、これちょっとブラシが特殊で塗布する方と、えお前よ 毛並み整える方ってついてるんです、えお前すごい、ちょっと眉頭は立ててて、もう全体的に眉立てます、すっごい綺麗、一本一本、あと私の顔を見て、うん、一本一本言ってくれてんの、あのやっぱあのコンシーラーファンデーション分からへんけど、やっぱ最後眉毛の輪郭、そうそうそう、整える整える、でもさほんまにさ眉毛切れすぎていじるとこないねんな、いや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 、どうやって変化つけよう、いやいやいや、結構整ってるからさ、ねえかわいい、ほんまなんなんマジでほんまにマジでなんなん、めっちゃかわいい嬉しい、もう言われ慣れてるでしょ、いや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 、うっさいなこのオバハンって思ってるわ、もう全然思ってない、ね、でね葵ちゃんのね私ね本当に好きなところが、ここまで綺麗かってこんな美貌を持っててスタイルも良かったらね傲慢になると思うんですよ、いや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 、この方傲慢じゃないんですよ傲慢じゃないんですよ、いやいやいや、綺麗だからもうな内面まで優しくて、いやいやいや、綺麗でおもろくて、そこがもうなんかもうリスペクト、いやいや、ありがとうございます、本当に優しい、そんなん言ってくれるマリリンさんが優しい、はぁ、綺麗、変わってきた眉毛、眉毛ちょっとこれから整えていきますね、うわじゃあ次ラインね引いていきます。スイートミントのシムリキッドアイライナーです、こんな感じでいいかな、はい、一回ちょっとじゃあアイメイクやっていきましょう、はい、はい、アイシャドウ何使ってるか言ってなかった、ウェイクメイクのパレットですね、でもなんかこういうメイクってやっぱ色んなやつを混ぜるから難しそうですね、紹介するときそうなんですよ、そうなんですよ感覚的なもんがあるから、そうで、ここにボビーブラウンのユクスチーク&ハイライトパレット、ボビーブラウンのローズグローのここのハイライトの部分ですね、この真ん中の部分をまぶたに塗ります、うん、じゃあタルトのダブルデューティービューティーのシェイプデープラブイラブラブラディアントコンシーラーの12番ですね、ちょっとのせるぐらい、結構カットクリースやるとしても、うんはい、あんまりがっつりしちゃうと、はい、バランス的にっていう感じなので、うんうんうん、私はちょっと葵ちゃんは軽めのカットクリース初、意外とやってないんですよ今の、本当はもっと真っ白につくから、あ確かに、あいいんじゃないですか、すごく、はい、ちょっと
うおー、この時点でここがなんかこうちょっと違う。そうなんですよ、ちょっとね、バランスみたいに。あ、うんうん、これぐらい濃い方が目尻。うん、あ、濃い濃い、綺麗、マジで可愛い。濃いのをつけたら確かになんかすごいいい完成に近づきそう。そう、すごい変わるかなと思って。そんな濃い色をこんな大胆に塗ることない。さっきのね、眉毛に使ったアイシャドウですね。へえ、今それ使ってます。お、うわ、あ、この、あ、こう内側白くて外側濃いやつや。そう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 、目の下にアイシャドウをね、どんどん入れていきます。でさっきからちょっと使ってるのは、さっきの紹介したクリオのと、あとボビーブラウンですね、リュクサアイシャドウデュオのラストダンスというものを使ってます。ラストダンス、はい、ラストダンス出ちゃう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 出てまう出てまう。でもなんか結構さ、濃いの似合う。本当ですか。もともと綺麗やしさ。え、ねえ、かわいい。無理、ほんまに。こんな感じ、いい加減にしてや、葵ちゃん。まあ、でもどんどん濃くなってるでしょ、うん、でこのリクサアイシャドウちょっと暗めのやつ可愛くない？めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛い。じゃあ次ね、ビューラー上げていきる。うん、可愛い。これシュエムラのジョジョのジョジョとコラボしてるよ。次に使っていくのが、ヒロインメイクのカールキープマスカラベースです。でその次がウォンジョンユのヌードアイラッシュシアブラックを使います。大好きそれ。めっちゃいいよね。めっちゃいい、それが一番好き。わかる。で今回ね、つけまつげもつけるので、はい、黒目の上の部分を特にね、しっかり塗っていきます。はい、こっち向いてください。ねえ、かわいいね。つけまつげも自分でつけたことない。つけま、つけてみる。うんうん、自分ではつけないやこれがね、シーンで売ってるつけまつげなんですけど、もう使いすぎててほぼない。安いんです、200円ぐらいなんですよ、これ。じゃあ、葵ちゃんが部屋目とか着替えしてる間にウーバー頼もう何食べよう。お腹すいた。お腹すいた。使い分けていただいていいですか。あ、ねえ、似合う。本当ですか。ねえ、かわいい。たまにいい加減にして。めっちゃ変わってます。かわいい、似合う。やっぱり、いや、だから松江くよりつけまの方がまあ効率はいいですよね。あとやっぱ痛みにくいと思う、うん、まつげがね、うん、そうそう、みやちげがね、うん、みやちげがね。あとね、地まつげと今つけまつげを。え、めっちゃいいやん。濃いやってんねんけど、今回カラコン入れてませんからね、葵ちゃんちょっと先端恐怖症で入れません慣れですね。はい、開けてください。で、またちょっとこのね、こういうちょっとビューラー使ってるんですよ。すごい。これ下まつげをキュッキュッてする部分用ビューラーなんですけど、これで、あの、そう、つけまとその地まつげのこの隙間の部分をひっつけて馴染むようにしてるんですよね。ちょっと、え、これ完成？まだ！みんとこ！ちょっと黒い、あの、シスターアンのブラックのこのスティックアイライナーで、ペンシルライナーか、そう。で、今ちょっと粘膜の部分に、ね、黒いの塗りました、ね、ちょっと正面じゃないと塗れなかったんで、ごめんなさい、見にくくて。はい、じゃあちょっと見てください。きますよ。はい、いかがですか。すごい、マリリンさんになった。マリリンさん、めっちゃ似合ってる、本当に。ちょっと今服こんな感じやからあれですけど、これからね、着替えもするんで。え、すごい、すごい似合ってるよ。わ、でもつけまつけた瞬間に一気に変わるでしょ、うん、え、こんな、ここまで濃くない？いつも、いつもっていうか、濃いメイクしてきた中で一番濃いですか。濃い、ね、濃い、よかった、濃いよね。よかったよかった、それはよかった。いや、楽しい。じゃあちょっと下のアイシャドウも重ねていきます。はい、じゃあちょっとアイライン引いていきます。こちらがですね、フェアリードロップスミラクルライナーエレガン。あ、かわいい。マジでかわいい。ちょっとこっち向いてもらいます。あ、大丈夫かな。はい、オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと次下マスカラいきますね。次は、さっきのアイライナーと一緒のものなんですけど、はい、フェアリードロップスのクアトロラッシュエレガント。エレガント、さっきのアイライナーのブラック、あのマスカラバージョンですね。
でこれが見て、うわすごい。団子四兄弟。ダンダン。これが結構独特な形になってて。なんでそんな形になってるんですか。なんかボリュームが出るように塗りやすいようにみたいなね。なんかいろいろそういうので作られたそうですよ。贅沢、こんなマリリンさんにメイクしてもらって。なんでそんなうまいこと言うて。いやいや。ずっと言ってた、初めて会った時から絶対メイクしてください。あのアリサちゃんにさ、メイクした時もさ、コメントで次会ってし、次会ってし。だってアリサさんにもいつしてもらうんって言われて、もういつしてもらいましょうって。え、オッケー、アイメイクできた、すごい可愛いねんけど。もうここだけ言ったら別人でしょ。え、ちょっと見て見て見て。やばい、もうここだけ見たら誰かわからんそう。めっちゃいい、うちの超綺麗。うちの子気づかへんかもしれない。うちの子気づかへん。シェリーちゃん誰ってなるかも。え、かわ、すごい。本当に綺麗です。バチクソ綺麗。自己肯定感上がりましたけど。自己肯定感。やっぱりコントは薄く見えてきた。ねえねえねえ、確かに、薄く見えてきた。ちょっと物足りへんから、はい、足していきます。足していきます。メイクは足し算、引き算。そうです、引き算なんてねえんだよ。このメイクに。このメイクにね、足し算しかないんですよ。もうね、ないですね。視聴者さんも多分私のメイク変わり映えなくて飽きてたと思うんで。何をよっしゃいますか。ノーズシャドウもねちょっと追加しますね、はい。でちょっとここでチークをね足したいと思うんですけど、チークはなんて読むやろこれ。シェア、シェア。調べて書きましょう。これをまず、めっちゃ可愛い色。そうなんですよ、色こんな感じ。めっちゃ好きな色。めっちゃ可愛いですよね。でこれをでもね、ちょっとね、私は2つ使いしたいんですよ。はい、ヘルシーな感じもやっぱ入れたい。で、葵ちゃんもともとヘルシーな感じのメイクよくしてるけど、今回ちょっとブロンズ系も入ってるからね。はい、はい、これナーズね。ナーズね、それ好きです、はい、私も大好き。今日も私使っております。かわいいそれ、マジでいいよね。ナーズのアフターグローリキッドブラッシュ02801番です。です。で、今回なんか結構あのメイク自体がブラウン味多くって、濃いので、この上からね、この上からちょいとスポンジでファンで入れて押さえます。 あんまほら血色良すぎるとちょっとそのかっこよさがね浮いちゃうんですね。そうそうそう、だからちょっとファンでのせてちょっと血色感足すみたいな。そう、なんか内側から、あのこうじわっとじわっと出てるぐらいっていう風に見えるようにスポンジで押さえます。はい、ではですね、次唇、はい、ボリューミーにしていきますわよ。もう薄いんですよね。薄くないよ、綺麗ですよ。ボテッとしてください。なんでこちらのね、エチュードのコンタパウダーですね、こちらを使っていきます。はい、でこれを花というかこの人中の、これ最近ね若い子がよくやってるやつなんですけど、この唇のまず一旦ここに白いラインがね入ってると思って、ここここここにブラウン入れます。そうするとここがね、めくり上がってね、私も描いてるんですよ。え、ほんまや、ここのここを描いたんや今。そう、え、すごっ。そうするとここが膨れ上がって見えます。すごっ、なじませる。ここに影を入れます。ナビラ袋ペンシルっていうのがね、ノベブか、ノベブ、ノベブのアンダーアイコンシーラーの1番を使うんですけど、これはナビラ袋に使うんじゃなくって、唇の今影た、影た影入れたところのその下、ここに入れます。そうすると唇がそれだけでふっくらして見えるの、皆様わかりますでしょうか。でこれでまたブラシでちょっとなじませる。ねえ、かわいい、無理。まだリップ塗ってないけど。どうしよう。はい、でここでですね、クリオのベルベットリップペンシルの2番のピーチベージュを使います。でこれをですね、今ここにコンシーラー塗ったんですけど、そこは避けてちょっと開けてもらって、この縁の部分に色を出していきます。で同じこの唇の粘膜と同じ色を使うことで、自然とヒアルを入れたかのようなリップに仕上がってくるという。かわいい唇。じゃあ葵ちゃんまたメイクさせてほしい。え、してください。なんか楽しい、嬉しい。なんか顔をめっちゃメイクしたくなる、お顔。はい、今ちょっとボリューミーに見えるようにペンシルで唇を全然違う描いていきました。
全然違う。すごいセクシー。でここで、リップですね塗っていきます。ジバンシーのルージュアンテルディクリームベルベットの12番使っていきます。結構ヌーディーな感じ。好きその色、めっちゃ可愛いですよね。めっちゃ可愛いです。質感も可愛い。そうでマットなんだけど実はこの後ツヤにしちゃうんで、ベースはマット、まあ、ふわっとして見えるんでね口が。マジで可愛い。やばいかも。なんやろ、似合いすぎてる。嬉しい。これみんなから好評やったらいいな。絶対大丈夫優しいねんな、一つ一つの答えが。絶対大丈夫。ありがとうございます。かわいい。かわいい。かわいい。やっぱこの色かわいい。はい、そしてでございますね、次はウォンジョンユのケアマスターリップマスクを使います。これね、いい感じにツヤ出るんですよ。ポテッとしますよね、いい感じに。そう、塗っていきます。ブラシでこうナチュラルにのせていく感じ。ほんまに似合ってるわ。 OKOK できた。ので最後フィックスミスト塗ります。ミムビューティーのキーフィコンフィデンスミストの、化粧水ミストですね、はい、化粧の後乾燥してきたなっていう時にちょっと振りかけてあげるとより良いかなと思います。じゃあかけます。結構がっつりかけます。うん、いい香り。しっかり乾かして、これ結構しっかりかけた方がメイクキープもされますし、ツヤ感も保てるのでおすすめです。特になんかパウダー塗ってる方とか、パウダーでメイク、そのベースメイクをパウダーの方とかは、うんうんうん、これ使ってしっかり振ってあげると意外とパウダー塗っててもツヤ感保てるのでおすすめ、はい、です。ということで、はい、メイク完成しました。かわいい。じゃあお疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんとした完成は私はちょっと間近ではもう一旦見ずに着替えてみんなと一緒に見たいと思います。はい、はい、じゃあとりあえず着替えます。着替えてください。はい、完成いたしました。葵さん、はい、つく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 じゃーん。イエーイ。なんか馴染んできた。いや、この着替えをした方がよりなんかこうちょっとわか、なんかこのメイクのシャキッとするよね、うん、感じが映えるし、うん、髪型もうめちゃくちゃ可愛くしてもらった。これちょっと見えますかね。もうめっちゃいい。よかった。マジで似合ってる。もう全然違うくない、いつもと。まあ、しゃべったら一緒なんで、あの全然違うくないあれとか言ったかな。お美しいでございますけども中身は私なんですけれども、でも自分ではできないけどちょいちょい盗めそうな、あの、うん、そう、ほうほう、あ、そう、普段でも取り入れられそうなテクニックもあったし、よかった。でもやっぱりこう自分でメイクしちゃうと自分が分かってる知識しかないから、うん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 、変わり映えしなかったんですけど全然違くなって、でもほんまに今までの中で多分一番自分と近くない顔になりました。あ、よかった。でも本当ね、あのね、あの葵ちゃんに今回メイクするときすごいいろいろ悩んだんですよ。やっぱなんかやるんやったら変わりたいし、カットクリースもしたいしって言ってて、うんうん、でもなんかその葵ちゃんのバランスの感じだとこのカットクリースをがっつりすると結構良さが引き出せないなって思ったんで、うんうん、カットクリースは今回してるけど、こうくぼみ、元々のくぼみに合わせてナチュラルなカットクリースに今回しました。はい、なのでもうパッと見た感じあんまりカットクリースわからん感じやけど、こう凹凸が出てね、うん、美しい感じになってます。すごい、このコントラストって言ったらいいんですかね、やっぱりこうメリハリが顔の中であるから、うん、もう本当に別人、鏡見て私やんなってなるぐらい私です、はい、そのつけまつげとかも最初はめっちゃ視界が狭まってる感じしたけど、人間ってやっぱすごい、すごいね、慣れんねん慣れてきて、もう全然見えます。はい、とっても嬉しいです、はい、本当に憧れのマリリンさん2号になれた気がします。イエーイ、そんな風に言ってもらえて嬉しい、でも楽しかったからまたやりたい。もうぜひぜひあのさせてください。ほんまにめっちゃ楽しかったメイクするのも、アリサちゃんにも言ってるんですよ、またメイクさせてくださいって。ちょっと次どんなんしようって考えを、なんか今度はなんか反対にバッキバキのえげつないやつとかやります。えげつない、てか逆になんかもう、もう何も言わずにやってもらおうかな。で変化を見つつ、どうなっていくんやろみたいな。最高。仕上がりは分からへんけど途中経過私も分かるみたいな感じでやって、うん、
人になったみたいな。それも楽しそう。やりたい。やってください。ぜひ。ぜひはいっていう感じで、はい、今日は本当に素敵に返信させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。もうなんかテンション上がって背筋伸びてる感じするんですけど、伸びてますね、私も伸びてる。はい、ぜひ皆さんも私が普段やっているメイクとは違う、姿を楽しんでいただければなと思います。マリリンさんの方ではですね、今からこの返信した姿で姿でさ、ね、ちょっと動揺してますね。はい、ウーバーイーツをいろいろ頼みましたので、それを食べながら、質問に、うん、お答えしていきたいと思います。でもまあ2人ともおしゃべりなんで、はい、なんか私たちのおしゃべりを見てもらうみたいな感じに楽しい感じになると思いますので、ぜひそちらの方もチェックしてください。はい、お願いいたします。お願いします。ということで、マリリンさんありがとうございました。ぜひまたチャンネル出てください。出ます。はい、いいの？絶対出てください。出る出る。約束。はい、みんなの前で約束。そうそうそうということで、はい、最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。何この指が。